シ茸タケ族は、端子巾門の腹竹綱腹竹木蓬莱茸下に、分類されるキノコの一族である。傘はまんじゅう型から、平らに開き、はじめは平滑、無毛であるが、時に亀裂を生じ、あるいは臨変状をなすことがある。肥だは密で自家製ないし、ワ性、ン製、前あるいは微細な虚子状をなし、時に、柄の上端に流れる。 死で成場を有し、しばしば成長に伴って柄から分離し、白色であるが成熟すれば、しばしば褐色ないし、赤紫色を帯びることがある。柄は、中心性あるいは変身性、円筒状あるいはやや変をされており、中身飛膜は、雲の素状ないし、綿毛状、傘の円に付着して残り、あるいは柄に不完全夏場となる。 肉はしまった肉質で白っぽく、傷つけても変色しない、組織はただ一種類の菌糸で構成された位置、菌糸型で、個々の菌糸の壁はしばしば飛行するとともに着色しており、核壁部でくびれることがあり、多数のカスガイ連結を備えている。胞子門は白色を呈し、胞子は小型で楕円形ないし楕円上円筒形。 要素溶液で染まらず、無色かつ薄壁。ひだの縁は粘性あるいは多数の縁。シスチジアが密生して、不粘体を形成するが、縁。シスチジアは、あまり明瞭でない。側シスチジアはこれを書く。ひだの実質部は、無色で、その構成禁止は平行に並ぶか、または互いに多少絡み合う、傘の表皮は、 あまり顕著に発達せず、傘の表面に平行に補服した菌視からなる、熱帯ないし亜熱帯を中心に分布し、樹状性である。タイプ種は、レンテンラボリャナで、熱帯から亜熱帯を中心に分布するものとされている。樹状性の生態や、狂人で、腐りにくく、一旦乾燥しても吸水すれば、 再び原型に服する古実体の質とともに、ヒアミロイド製の胞子を有することから、長らく松王子族の異名として扱われていた。しかし、古実体の組織が単純な一禁止型であり、生態的には木材の白色普及を起こすことなどを根拠として、松王子族から分離され、独立した族として認められた。カレベルの分類については、古くは、 講義の原武家に置かれていたが、後に、岸目地家に移された。さらに松王寺族に併合されたまま、平武家に置かれたが、戦中補足能を持たないことから、再び除外された。今日では、分子系統的解析結果をもとに宝来武家の一員として扱われ、競技の森の枯れ畑族や赤座竹族などと、類縁関係を持つと考えられている。ちなみに、 かつて椎茸が所属していた松尾お族は現在猿の子しかけ家に移されている。本族において椎茸が長野県で絶滅寸前にカテゴライズされているが具体的な保全手段については定められていない。ありがとうございます。